どうも白玉です。今回はまたベースの弾き方についてお答えしたいと思います。今回も僕が大事だなと思う基本的なことをお伝えしたいと思います。前回は檜山ノートという教材をご紹介させていただきました。そこで少し運指についてお話をさせていただいたんですけど、今回はまずチューニングについてですね。練習の前に必ずチューナーを使って、チューニングをするといいかなと思います。はい。そして結構気温とかでもチューニングが変わったりもするので、ライブの時とか特に、気をつけてチューニングされるのもいいかなと思います。はい。それと演奏方法なんですけど、指で弾いたりピックで弾いたりスラップしたり、あと親指で弾いたりタッピングしたりとかいろんな奏法がありますけど、共通しているのは力まず効率的に流すというか音を出すということかなと思います。なるべくこう余裕を持ってコントロールできるような状態で演奏できるといいかなと思いますね。はい。まず指弾きなんですけど、弦に対して指の入る角度とか、入り具合とかでも音が結構変わってくるので、ちょっといろいろ試してみてもらえたらと思いますね。はい。で、2フィンガーの時は、2本の指をちょっと揃え気味にするとか、音もちょっと揃うように、工夫してみてもらえたらと思います。ですけど、ピックもやっぱ弦に対して、の角度が結構重要になってくるなと思うので、なるべく効率的になるような、ところを探してみてください。そして、演奏しているとき、足でリズムを取ってあげると、リズムを意識できるのでいいかなと思います。そして、クリック、メトロノームとかと一緒に練習すると、いいかなと思います。で、それを録音して、後から聞くとかするとより良い練習になるかなと思います。そして、楽譜とタブ譜についてですけど、タブ譜は、結構ポジショニングが分かったりして便利なんですけど、なるべくこう楽譜だけでできるようにしておいた方がいいかなと思います。はい。例えばラの音が何箇所かあったりするんですけど、音質は違うんですけど、はい。どこのポジションのラかを例えば楽譜の上にちょっとメモしとくと、ポジショニングが分かったり後から分かったりもするのでいいかなと思います。ちょっとその辺工夫してみるのもおすすめですね。はい。では今回はこういう形でありがとうございました。